続いての質問参りましょう。質問です。巨人はアルザルのみでなく地球表面の大地にもいるのでしょうか。僕これに対してはイエスともノーとも答えられないんですが、例えば間違いなく4メーター5メーターを超える巨人は過去いました、はい、ネフリム、うん、これはノアの大洪水以前の化石からも十二分に推測できます。最大のものはおそらく 7,8 メートルあったじゃないかというものまでいます。でこの連中は人食いなんです、はい、だから進撃の巨人というのは少なくても聖書学特に聖書外伝聖書に出てくるんですが、こいつらは最終的に人間を食ったと書いてありますの で僕の教会の聖典にもノアを追いかけましょう、これはっきりと食おうとしたんでしょうね。一概に言えませんが僕はそう思ってますけどね、はい、要はそういう人食い巨人がいた中にケムクジャラの恐竜もいたと、まあ、うん、とんでもないファンタジーな世界まあいいのか悪いのか別ですが、でまあまあそういう巨人をブロックアウトする塀のような化石も、はい、出てきましたし、でとにかくそういう巨人の中でもなぜ巨人というかというとスタンダードな人がいたからですよ。でないと巨人って言いませんからね、うん、でスタンダードな人しか生き残っていません今は。というのは重力が変わったからです、はい、間違いなくね。昔のサイズモサウルスとかの巨大な、頭の先がですね、それこそビルの 7,8 階より上に来るようなそういうようなやつが、うん、今こう今の重力界に出すと自分で潰れて圧死するんですね。だから言ってもいいか、シン・ゴジラの中にもそれに近いようなセリフが出てくるんですね、あら潰れるぞと、うんうん、まさしく、うん、そうでしょう。で、ただここが重要なことね。ただ巨人とは言ってもですね、やっぱこう背の高い低いやったと思うんですよ。あまあ巨人に民族性があるかどうかは別だけど、そうすると割とコンパクトなやつはまあ3メートル弱ぐらいのやつはまあ生き残っていてもおかしくはないわけよ、はい、だけどここが重要なんですけど、聖書は間違いなく、ね、ノアと3人の息子とそれぞれの奥さん合計8人しか生き残ってないと書いてあるわけ、鼻で息するものとしてね、ところが唯一例外は死なない体を持ったカインも生き残ってる。これは黒人の祖ということで、皇室皇太神宮の、まあ竹内文書にはちゃんと